うもありがとうございました。いやもう緊張しても何が何だか分からなくて、もうなんか失敗しちゃったって感じです。まだね、その実感がまだないまま、で今もまだドキドキして反省ばっかりっていう感じなんで、でもいずれなんかまたやってみたいなって思います。